島市立的屋中学校は、三重県島市磯部町的屋にあった公立の中学校。通称は適中。島市の当初の計画では、島市立磯部中学校へ統合する予定であったが、2013年3月31日に、島市縦組丘中学校に統合され、並行した。 2009年5月現在の生徒数は36人で、島市内の中学校で最も少なかった。並行直前の2013年3月1日の生徒数は23人であった。地域に根差し、地域や保護者とともにふるさとを誇りに感じ、生き生きと活動する生徒の育成を目指し、地域住民との触れ合いを、総合的な学習の時間に取り入れていた。 放課後に部活動に所属していない生徒などのために、図書室を学習室として開放し、数名の教師が常駐して、生徒の学習や内面を支える活動を行っていた。小規模校のため一人一人の責任が重くなる反面、全校生徒は気心が知れた関係にあった。島市立的屋小学校と隣接しており、小学校と運動場と体育館を共有していた。コーチは、 的屋地区の小高い丘の上にあった。また、学校行事を小中合同で行うことがあり、相互の連携が取られていた。1979年に移転するまで使われていた旧高地は、みんなの森として整備され、郷土出身の廃人、島田的浦の区費が設置されている。旧高地のみんなの森閉校後の2018年2月から3月に、 かけて、島市はサウンディング型市場調査を実施し、マトヤ小学校、マトヤ中学校、正規小学校の跡地利用について民間から意見を募集した。調査には2事業者が参加したが、両事業者は正規小学校の跡地利用にのみ意見を出し、マトヤ小中学校に関しては提案しなかった。2010年から地元の漁師が行っている、マトヤ湾のアマモ場の保存、 再生事業に環境教育と絡めて積極的に関わっていた。アマモを含むモバは海のゆりかごと呼ばれ、稚魚の生育に必要な環境である。2010年は1年生のみの活動であったが、2011年からは全校に拡大した。マトヤ中学校は2011年2月17日に、鳥羽市の海の博物館で開かれたアマモバの再生を目指して、 漁業者と参加中学生の交流に参加した。この会には、生浦湾で同じく、アマモバ再生を行っている、飛橋立教浦中学校や、漁業関係者、三重大学生物資源学部の教授ら約120名が、参加し、地域間、世代間を超えた交流が行われた。的屋小学校区と同じであった。離島の私六屋地区と的屋地区対岸の参加所地区の、 生徒は剣道船と呼ばれる無料の渡し船を利用して通学していた。バレーボール部のみであった。生徒はバレー部に加入するか否かを選択した。並行までに1786人が卒業した。ありがとうございます。